皆さんおはようございます。立憲民主党の衆議院議員原口和弘です。朝のご挨拶 B です、えー。おはようございます。ね、散歩されている方がですね。えー、まあ個人情報になるんでそこそこですが、あのお隣がですね。 完全試合をなさった有名な今井さんでですねほんといい方であもう亡くなられましたけどあのお母さんおばあちゃんですねそれから奥様に子供たちもほんとかわいがっていただきました今小さなワンちゃん連れて時々あの福岡のね放送局のテレビにも出ておられましたけどもうあの気迫のこもった えー、東急今でも覚えてますねすごい方です、まあ、お隣にねそういう方がおられてありがたいことですで A で大隈重信公と福沢諭吉公について話そうと思ってたんですけどやからの政治をしてしまうなんでやからの政治っていうかその議会制民主主義この 今の議員内閣制結局、まあ、プロイセン型になっていくわけだけどイギリス型をこう目指した大隈うそれから福沢公で彼らも政権から追われたりですね裏切られたりいろんなことをしてるんですよねでその時に福沢諭吉っていう人はどうやったかと。 その政治の中で何かを変えるというよりか、まあ、学問学をその次の世代を育てることによって日本を変えていこうと学問によって日本を作っていこうという志を遂げられるわけですね。私もその正直言ってですね 62のこの時点で政権にいないっていうことは構想してなかったですね。もう1、2回総理をやって、そして日本を立て直してるっていう構想でしたね。30代の頃。ところがまあ50の時の決断の失敗で、あのそこで、 郵政の民営化を阻止するということを優先したあの一日のことでですねもう今に至るわけですねデジャブっていうかなキチムっていうんですかあの時松木さんたちが3十数人で議員宿舎まで来られてそしていやー 親方そう言ってなかったでしょうと「菅さんでやれ」って言ったじゃないですか前の日ってでそれが変わったんだとあのやり取りをしてる最中にこの姿が見えたんですよね見えたんだったら変えなきゃいけないだからそこが自分の半端なところですよねでじゃあその自民党に戻った人たちのように現実的に 自民党の中を変えることでその政治家を終わるかというと、私はその選択肢を取りたくないですね。福沢校が学問をやって自分の時代にはあのたとええー、志を果たすことができなくてもその志を いいいでくれるる人たちを作るととうことがとても大事じゃないですかね結局そのイギリス流の議員内閣制を入れてしまうと当時のまあ薩長反発政府はですねその日本がやりたい放題の,その自由奔放の国になってしまうと考えたんじゃないでしょうかね。 今歴史書を読みながら非常にそのことを感じますね。ある国に訪れた時にあれはもう20年ぐらい前でしたインターネットによる政治の改革を私が、えー、その言った相手はあのその国の担当大臣でしたけど、えー、どうですかって聞かれたんですよね。いやよりねあのオープンになって 多くの人たちが政治に参加できるようになりますって言ったら反応はあやっぱりそうですかということは規制しなきゃいけませんねって言ったんですよ。まあど,どの国か言いませんけどもある意味その一党独裁もちろんあのカウンターパーティーありますよ。だけどあまりにもカウンターパーティーが弱くてその政党が強い と,ところの国だったんですねえインターネットを規制するんですかって聞き返したことを今でも覚えてます。でまあそれと同じとは言わないけども大隈公や福沢諭吉公が直面していたその長反発政府の圧力っていうのは私たちが今自民党さんやそういう人たちからあの 受けているものとは。また、もう全然違ったでしょうね。その時、彼らは。江藤新兵口のように。武力でもって。よう正すと。あ、あるいは。西郷隆盛口のように。軍を率いて。あの、よう正すと。でも、その流れは、二二六五一号。 続いてたんですよねだから私はやはり学びと明日の経営者に対しての講演を頼まれていて松下幸之助さん稲盛和夫さんお二人から教わったことを明日お話をするんですが渾身の準備を進めてきました。まあ、結局このコロナでリモートと いう形になってしまったわけですけどもそれでも今お二人から授けていただいたそのエキスを多くの人たちに共有できたらまあ、それこそ私にできる恩返しじゃないかなって思います貫いてあの世に行く分はいいけどう小さ弁してあの人のあれは何だったんだっていう風うなことには決してなりたくないと思いますねそういう意味じゃ あの大熊湖、わが、ま、佐賀藩の佐賀から出た唯一の総理大臣ですけども学びを重ねさせていただいていることをと,とっても嬉しく思いますさて、そのウクライナ情勢さっきエイでも少しお話をしましたが緊迫してますね非常に緊迫してるで、でもこの。 単純に米ロの争いというふうには見ない方がいいと思います。あのそこまで単純じゃないですかで今の政権これがどういう成り立ちを持ってきているのかあるいはここで戦争屋が何をやってきたのか私残念なことに。あの ウクライナには行ったことないんですがちょうど息子が賞をもらってウクライナ、あそこそのやっぱり旧ソ連時代からいろんなその歴史的背景がありますからその歴史の中で、えー、しっかりと日本のこのスタンスというものをですね考えていかんといかんというふうふに思います。ですね これジュリア地植えね。いや,上下やっぱりあれが結構強くて目が出てくんですよねやっぱりねそのさてあの今日もまたリモートでいくつも会議ですさっきあの 五郎さんに話しかけてたら、えー、地域の方に「カジロさんなんで水曜日にさかに夫ですか?」って言われて「いやーもう国会もねもう毎日あれで今会議がキャンセルになってリモートになっとっとですよ」って、えー、言ったら「ああそうでしょう今自分たちの周りも子供たち若い人に感染が広がってて。 えー、本当に心配しよっとです、どうにかならんですかっていうことでしたね、いや、そのためにはですね、もう何回も法律を出し、提案をしているように、そのキャパを広げるしかないんですよね、検査についても、それから穴を開けないことなんですよ、で世界のどこかでまたあの変異が起きれば、 日本のようにこの水際を成田の水際をしっかり締めてみ見ても米軍から入ればそれはもう市中感染瞬く間だったわけですねで図らずも今の日本のこの状況がこのコロナではっきりしてきましたでこれにもう待ったなしなんです一昨日山井君が あの予算委員会で迫ってましたけどそれあの、何回も何回も提案して何回も何回も,もういや大したことないからということでそのコロナの軽症というものがですねお医者さんの言う軽症と国民の皆さんがかんあのイメージで持っておられる軽症とは全然違うんですよね。 でその辺ももちろん過度にあの恐れてそして社会を萎縮させてはいけないけどもそのために感染症法があり何をどう準備すればいいかっていうことをずっと政府与野党協議会でもやってきたわけですからあのしっかりと聞いてもらって内閣にはより良い方向をですね 早急に打ち立ててほしいと思いますね。これラナンキュラスですね。本当にこの春が待ち遠しいですね。いや、本当にね、岸田さんは。その代官のあの方向性は。間違ってないものもいくつもありますよ。例えば新自由主義との決別。 でもじゃあそれのストラテジーっていうかな私も隣で勉強してたからあんまり足ざまには言いたくないけども何ていうかなチームっていうかな誰がチームなのかなっていうのをつくづく思いますねあの松下さんはですねああいう激しい方でカリスマって言われたけどその 必ず参謀がいるんです、ね、庭さんでですすねねさよいやそしてもう松下さんを囲むブレーンがいっぱいいるわけですよ。まあ、それでも、えー、もう一つの保守二党論を作るときにあのそれで松下政権塾を作ろうとしたんですけどそこで呼応してくれた人たちはやっぱり少なかったんですよね。政治改革 を政治を正さなければ日本は良くならんということでやったんだけど怖かったんですよその時の今大綱ていうかやっぱりでも政治というのはそういうものに打ち勝ってこそですねあのなれるもんで私あの今日もまた仲間に言いますが広島の大規模買収事件もちゃんと質疑をするようにあの 選挙についてね、何が行われてきたかと、これ、岸田さんにしか聞けないですからね、あの頑張ってほしいと思います。じゃあ、皆さん、良い一日を、最後、どれがいいかな、このミニバラ、そうですね、チーム原口、チーム野,野党・京都ね、頑張っていきたいと思います。 じゃ本当ですよね。疑惑だらけで、さて、今からあの原稿を書きます。またよろしくお願いします。そうですね。悲しみやその苦しみに負けないで、そして心をこう温めていく 互いに温めていくということ大事ですね朝あんだけ用意した料理も半分で止めときましたやっぱりねこうやって歩いてみて体力が12日でも落ちると1日1キロ泳いでるのも今このコロナでいけませんからね やっぱり体力が落ちますねいかんですではごきげんよう俺らも頑張ってくださいありがとうございます良い一日を。